取れたら大丈夫ですか。もうこれ焼けすぎ。電車全部じゃん。本当全部じゃだね。こういうことですか。すごい。これ一人前で。いやー、一人前でこの量。もうお腹いっぱいになっちゃった。大きいやつあるよね。ブレないやつとかなんか。あ、あの機械めっちゃね、うん。テレビクルーが使ってるやつね。全部じゃん。本当全部じゃだね。こういうことですか。すごい。これ一人前で。いやー。一人前でこの量。もうお腹いっぱいになっちゃった。お腹いっぱいになっちゃった。見ただけの中から。すごい。食べた。大丈夫ですか。もうこれ焼けすぎ。しおいしい。おいしいね。おいしい。おいしい。僕はあのタレいっぱいつけて塩部位です。タレは美味しいので。美味しいです。本当美味しいね。肉ば見せんかったね。あ、食べてしまったか。ちょっと待って。これ。この私タレがご飯にちょっと。ちょっとかかって食べるのすごい好きなんタレかけてご飯食べてちっちゃい頃からなんですよ。おこれうん、ツーもうやり方わからん。私も買っていいんですか。あ、大丈夫です。逆に私の手を打つ。私を手を打つしたい。すいません、セカラしてしまう。うん、そうですよね。風小道もそうでした。人選とか中山に最初に来ました。この心遣いというか、うん、いいですね。え、今何に感動したんですか。キュウリ。キュウリ、なんで。おお。あ、そうですか。肉じゃなくて肉じゃなくてキュウリ。でもこれすごいよね。はい、どうぞ。じゃあ持って帰って。はい、写真があった。1本あったんだけど、これをうちの義理の息子の方。で、タンカですよね。さすがです。ありがとうございます。自分が好きなよ。好きなの食べさせて。最初いろいろ考えたら、やっぱ上手いけどな。一番悪くない。上手いけどな。すごいね。すごい、匂いもすごい、うん、チーズチーズ。絶対女子が好きなやつ。ここ毎回来るときに必ず安藤さんが、コテイン多くて寝れなくてないですか。この間寝れなかった。久しぶりにいっぱい飲んでたから。この時間で飲んだ。やっぱ飲んですね。すごい先輩飲んだ。今日飲んでないから、すごい飲んでると寝れなくなっちゃう。あー、そこで事務所通してください。そういうことはよくある、ね、よくありますね。懐かしいな、これ。紅茶ゼリーですか。紅茶ゼリー、美味しい。甘い。美味しいですね、うん、あれ、これも僕がアメリカに行った頃